スの久保田です。今回はですね、構えについて、大事な話をするので、最後までできるだけ聞いてください。結構みんな、ほとんどの人に当てはまる、ことが、だと思うので、大事なお話なので、ね、最後まで。ですね、このチャンネルのオープニングの壁打ちなんかを見て、壁打ち、実際にやられた方って結構いると思うんですよ。で、やってみたら分かると思うんですけども、なかなか難しいと思います。壁打ちであのぐらいこうゆったりで、全然焦った感じもなく淡々と打つのってすごい難しいんですよね。で、何が難しいかというと、打つだけ、バックスイング完了して打つだけっていうのは簡単なんですよね。でも打った後からバックスイングをするまでの動きが難しいんですよね。グッと力を入れて、ここで硬くなりすぎて次の動きが遅れたりとか、でそういうのがあると思うんですよ。で、その辺がやっぱりちょっと次の動きをさせないというか、難易度を上げてしまうことになると思います。で、じゃあそれが分かったらじゃあすぐできるのかというと、じゃあその辺じゃ止めないようにすぐ戻したってなった時に、次また頑張り出すんですよ。頑張って構えようとする、バックスイングしようとする。そうするとまたおかしくなるんですよ。バックスイングというのは頑張ってやるものじゃないんですよ。で、過去の動画でもですね、できるだけ早くバックスイング完了するようにとか、でその目安がバウンドする前とかって言ってますよね。で、あれっていうのはですね、急いでやっちゃダメなんですよね。早くしないといけない。バックスイング、要するに構えは早くしないといけない。だけど構えは急いでやるものではないんですよ。なぜなら構え自体は早いからです。とっても早い状態のことを構えって言うんですよ。遅い構えってないんですよ。構えと言った時点でそれは早いのがもう絶対なんですよ。なので、急いで構えましたってないんですよ、そういうことは。本当はね、私もできるだけ急いで構えるようにとかっていう言葉としては言いますけど、でも実際はだらーっとやっても間に合うのが構えっていう動きなんですよね。構えっていう鋭い速い動きなんです。なのでもし壁打ちなり、実際の打ち合いなりで、頑張って構えてるっていう人いたら、急いで頑張って構えてるっていう人がいたら、おそらくそれは間違ってます。何か間違って、例えばフォアだったら、ちょっと高く構えたりとか横に行ったりとかね、ターンの前に腕から行ったりとかね、腕引いてターンしようとしたりとかで、ラケットがあちこち行ってバックスイング完了のところに入ってると思うんですよね。構えてからこの状態からバックスイング完了はここだとすると、ここからストレートに一直線にスコンと行くといいんですよね。ここからここにあります。これがちょっとこういったりすると時間がかかるし、横に行ってるってことは腕も上がってるってことになるんで、体力がいりますよね。その分力がいるし、物を上げた瞬間っていうのは足踏ん張るんですよ。グッといった瞬間足に力が入るんです。これ急げば急ぐほど足側に力が入りますからね。だから、足のターンも制限されるってことになります。で、こうなるとまたややこしいんですよね。でも自分としては一生懸命やってる感があります。重さを受けてるんだね。いろんな重さを、ラケットの重さ、腕の重さを受けてるんで、頑張ってやってるんですよね。でもこれはダメなんですよ。どれだけ頑張っても、その、構えで急ぐように頑張るっていうのは、身につかないんですよね。分かって気をつけて、しっかり気をつけてやってるときはできるけど、でもいろいろバックハンドとかいろいろ前に行ったり後ろに行ったりして、その中でまたずっとそれを気をつけながらやれるかっていうと、なかなかそうはいかないんですよ。なのでバックスイング急いでされてる方はそれは偽物ということでもう一度動画撮影してですね、チェックしてください。ちゃんとラケットの、まずはですね、ラケットの動きを見てくださいね。構えた、この構えの位置からバックスイング完了の位置に
こうできるだけ直線的にこうスコンといってるかどうかをチェックしてください。まずフォアからやってください。フォアの方から一気にいってるかどうかね。バックハンドもこの位置からすぐなんですけどね、こういったりこういったりせず、この位置からすぐなんです。まずフォアハンドの方から練習してください、ね、この位置からこっちに行ってるように。これ2つの角度からやってくださいね。それは何でかというと、例えばここからこう行きますよね。これは直線的に後ろに行ってます。こうでもないし、こうでもない。まっすぐ縦から撮影して、これは結構まっすぐ後ろに行ってますよね。じゃあこれを今度、向こう側が前だとしますよね。こちらコート右側だとします。よく見てくださいね。この状態からこれ、正しいのはこうです。正しいのはこっちです。間違いはこれです。これ見抜けます？正しい方、間違い、何が違うか分かります？これとこれ、これ分かんないでしょ。これ見抜ける人ってなかなかいないんですね。私は大体見抜けるんですけども、今の前からちょっとやってみますね。正しい方はラケット見てくださいね。ラケットこう、こうさっきやった間違いというのはこうしたんですよね。正しい方これ、間違いって言ってこうしたんですよね。でもこれっていうのは真横から見ると向こうは前でこっちが右側だとしてやると、正しいのこれ、間違いこれ、これ分かりづらいでしょ。これとこれの違いってなんかやってるようには見えるんだけど実際違うんですよね。ちょっとこっち行っただけでダメですからね。少しこういっただけで右方向の移動というのはものすごくやりづらくなりますからね。なんか重たいものを持って、なんかちょっとこう動かしてみると分かるんだけど、物がこう動かしたら自分がこっちに行きたくなるんですよ、逆方向に。重たいものをグッと急いでこっち側にやると自分が反対側に行っていこうとするんですよね。それが慌てた時に出るんです。こうやってる、落ち着いてやってる時はそんなやらないですよ。こんな遠くを通ってもね。これは慌ててやると反対側に引き出すんですよ。急いでやろうとするとね。だからそれで間違ってしまう。なので、近いところを通すようにっていうふうにしないとダメです。でそれは毎回確認しないとダメなんで、素振りをする時もここからできるだけ鋭い動きでね、こう入れるかどうか、このぐらいの間髪入れずにパッとできればいいですけどね。これただ大体間に合うと思うんだけど、ここまでがなんかこうラケットがブワーッとはっきり見える感じ。これいきますよ、急ぎますよ。これなんかこの辺こうもわっと見えるでしょ。でもこっからすぐやるとなんか目に映りにくいというか、ちとちなんかこう、でも急いでるんですよこれ。急いでるけどなんか遠いとこ通っちゃったなみたいなのでね、ここです。こうやっていろんな構えにはそのやり方がありますからね。通り道が近いところを通す、で両手で持ってる、で体のターンの速さを使う、こういう動きあります。両手で持ったら両手でこういけば、まあ、片手でやるよりは楽で早いですよね。でその両手の位置が体の近く、でそれプラスラケットも体の近く、これ軽いですよね。遠く腕プラスラケットが重い、近く腕は楽で、ラケットの重みはあまり感じない。でそれこの動きプラス体のターン、要するに足の動きですよね。足のターンをつけるとそんな頑張るって感触はどこにもないと思うんですよ。だからここで頑張って構えてますとかっていうのはなんか違ったりしてますからね。体重の乗せ具合だったり、その手の、ラケットの動きだったりね、
ラケットのこう回し方だったり、なんか違う動きしてるはずなので、もう一度確認してくださいね。で、もう一回壁打ちで練習してください。あのぐらい、慌てた感じがなく、さらっとできるかどうかね。これ、全然なんかこう、グッとやってるところはどこにもないんですよね。前腕ロックにしたって、こっち側で、ターンして、この速さで、後ろにブラーンとされた、このラケット、この勢い。これ、このままだとブラーッとこっち側、背中側に行きそうなぐらい、速さがあるんで、で、こっち側に行かないように、こっち側とどめるように、前腕回したってことなんで、前腕ロック自体というのは、全然手を、こうした、こうした、このぐらいですよ。プラーンとこう、プラーンってやったぐらいの感じの手なんですよね。なんでこう、これ、しっかりカチン、カチンとやりすぎて、それをまた力を入れて、入れてってなると、ちょっと、壁打ちも難しいし、相手の球が速い場合はできないかなというのがあります。だから、間違いないように。構えというのは、構え自体が速いんであって、急いで構えるものではないということ。これ大事なところですね。誰も多分こういうこと言わないと思うんですよね。よくスクールでも、生徒さんが振り遅れた時っていうのは、だいたい振り遅れっていうのは誰でもわかるんですよね。やってる本人も、あ、遅れたっていうのはわかるし、で、見てるコーチ側の人も、あ、遅れてるっていうのはすぐわかるんですよ。でもなんで遅れたかっていうのはみんなわからないんですよね。だからコーチ側としても、あ、遅れてるから、もうちょっと急いでとか、振り遅れてるよとかって、は言うんですけども、で、生徒側の人もはいとかって言ってやろうとはするんですけども、じゃあ次改善できるかって改善できないですよね。で、もちろんその生徒は急ぐんですよ。生徒は急ぐんだけどまた遅れるという。ただコーチ側の人は、生徒は急いでやってるって思わないとダメですよね。そういう時はね、生徒は遅れてるっていうのはもう分かってるんで急いでやろうとしてる、でも急いでやってるんだけど全然できてないと。で、そういう場合は、もう動きが違うんだな、何が違うのかなっていう風な目で見ないとダメですよ。生徒の力がないから間に合わないとか、そういう力とか関係ないですよね。今私こっち全然力がいらないとこブラーンとしてやれるっていう風に言いましたからね。で、それでダラーっとした状態でこのぐらい速くなりますからね。ずっと喋ってますよね。喋りながらやっても速いと。このぐらいの負荷ですからね。なので力は関係ない。だから動き方の関係ですからね。そこを間違わないようにね、脚力鍛えたりとか腕鍛えたりとかそういうのではないですからね。問題解決策っていうのはね、じゃなくてちゃんと動き方を見るようにしてやってくださいね。ただ単に早くしてよとか、もっとしっかり集中してとかそういうのなしですからね。そういうのではなく、ラケットの動きと体の動きをしっかり見て、で、判断してあげてください。で、生徒側の人もまずコーチにそういうふうに言われたら、いや急いで構えたいんですけども、どうしても間に合わないんですと。で、どこがおかしいんですかっていうふうに質問しないといけないですよね。一回遅れてしまって、遅いとか、もっと早くしろとかって言われて、はいとかって言って、また次とかって、そういう流れにしたらダメですからね。今ちょっと遅れたのは自分でも分かったんですけども、どうやったら間に合うんですか、ちょっと動きがよく分かんなくて、もう精一杯これ腕動かしてターンしてラケットも引いてってやろうとしてるんだけどできませんっていうふうに、ちゃんと言わないとダメですよ。そういうふうに一生懸命やってるでしょ、生徒側の人は。そうですよね。生徒側の人は一生懸命やってるのは私は分かりますよ。だけど遅れる原因が必ず動きにある。なので、それはコーチに聞くように。で、コーチに聞いても、もう大した、アドバイスをくれないようだったら、この動画の動きを、参考にしてください。だいぶ動き出しのことなんで、このチャンネルの初期の方の動画になると思います。それを検索していただければヒントはあると思うので、参考にしてください。今回は以上です。